平井駅ご通行中の皆様、大きなお声でお騒がせしております。今回参院選東京選挙区に立候補しております楠沢良治と申します。日本改革党という党を立ち上げておりまして、つい先日まで豊島区議会議員を務めさせていただいておりました。私たちの公約は、一言で言うと日本を普通の国にしたいな、戦後変なことになってる日本を普通にしたいな、いうことであります。まず普通でないところ、憲法9条なんていう普通でない憲法に縛られておる。これあるのは日本だけ、世界中でどこも採用していない異常な法律であります。何が異常かって言いますと、紛争の解決に武力や脅迫を使わないなんて言っておりますけれども、こんなもんは世界中どこも採用しておりません。どうして結婚式に一人だけジーパンと T シャツで行くような真似ができるんでしょうか。こんな世界中で採用していない9条なんていうバカな法律、いつまで御所大事に守っているんでしょうか。あとですね、スパイ防止法がないのも日本だけであります。スパイが活動し放題なのも日本が異常なところであります。明らかにこの人スパイだな、思う人たくさんおります。例えばですけど、維新の鈴木宗男さん、なんでかんでロシアをかばいたくてかばいたくて仕方ないみたいでありますけれども、日本にとってロシアは潜在的な敵国であり隣国でもあります。北方領土を盗まれております。今回ロシアはですね、ウクライナ侵略をうまく言ってしまうとですね、調子に乗って北海道に攻めてくるかもしれません。で、ウクライナとロシアに何があったか知りませんけれども、日本としては、日本人としては、ロシアがウクライナにコテンパンに負けてですね、弱体化してですね、話も出ないほどになってしばらく北海道に攻めてこれない、こういう状況が一番日本人にとって嬉しい、好ましいわけなんでありますけれども、鈴木宗男さんというロシアのスパイの方が一生懸命ロシアをかばっております。あの人の娘さん、自民党に所属しておりまして外務副大臣なんですね。驚きました。スパイの娘が外務副大臣やっておると、スパイ防止法がないせいであります。世界唯一スパイ防止法がないからこんなことになっているのであります。大きな声で、お騒がせしております。あとですね、世界唯一日本のおかしいところ、緊急事態条項がない。これ欠陥憲法のせいなんですけれども、緊急事態状況条項、国がですね、皆さんに何かしてくださいよ、強制することが全くできないという異常な部分があります。こんなのは世界で日本だけであります。緊急事態条項がないとどうなるかと申しますと、例えばですけれども、平井駅から南半分の方は直ちに避難しなさいと強制することができなくなります。緊急事態条項がなければ戦争なんかできませんよ、防衛戦なんかできませんよ、緊急事態条項がなければ。右の方の政党でもですね、緊急事態条項作るのに反対してる連中がおりますけれども、9条があるから
日本が戦争になりっこないから緊急事態条項もいりませんよねという理屈の立て付けで緊急事態条項がないのであります。9条を廃止した暁には緊急事態条項も作らなければ戦うことができません。皆さんは親戚の子供である自衛隊の皆様に私たちのために命を懸けて国を守ってくれと強制しているのに自分たちは何事も強制されたくないなんていう勝手なやつがいたらば自衛隊より先に私がぶちのめしたいと思います。そういうわけで憲法改正はいいが緊急事態条項を作るのは嫌、言ってるやつは頭が悪いバカですので相手にしなくていいと思います。9条があるから戦争しないから緊急事態条項いらないよね、そういう理屈に騙されているのであります。緊急事態条項がなければ防衛戦ができません。自衛隊さんが心置きなく戦うことができません。戦争ができません。日本が人民解放軍に攻められないのはひとえに米軍と自衛隊のおかげであります。日米同盟破棄なんていうのを共産党が歌っておりますけれども、これは人民軍に日本を攻めさせたくて攻めさせたくて仕方がないからであります。日本を侵略させたくて侵略させたくて仕方がないからであります。私は共産党を外患誘致主義者と呼んでおります。そのようにですね、緊急事態条項と9条廃止はセットですから、9条廃止したけれども緊急事態条項は嫌です。国には何も強制されたくありません。それでも自衛隊さんは私たちのことを命懸けで守ってください。そんな奴がいたら私が先にぶちのめしたいと思います。親戚の子供たち、自衛隊員、その人の命を何だと思ってるんでしょうか。右の方で緊急事態条項は嫌だ言ってる連中は頭が悪すぎます。物事が分かっておりません。本当に愚かで愚かで敵やりもやっぱりじゃないかなんて私は考えております。むしろ敵である、はっきり分かる共産党や立憲民主党の方がまだマシであります。靖国神社は私この前参拝してきた、来たんですけれども、バカなやつがですね、政治家は靖国神社に参拝するなんて文句つけてきておりました。まあ左翼なんですけれども、そういう時左翼はですね、思想信条の自由とかは吹っ飛んでしまうんですよね。気に入らない政治家の思想信条の自由は許さない。私が靖国神社に参拝することも気に入らない。二枚舌のバカ野郎どもですから全く私は相手にしないことにしております。左翼の特徴2つあるんですけれども、皆さんご存知でしょうか。傲慢と甘えであります。無条件に自分が正しい、俺が正しい、俺に従え。左翼の言ってることを突き詰めるとみんなこれになります。菅直人しかり、枝野幸男しかり、言ってることを突き詰めると俺が正しい、俺に従え、これしか言っておりません。左翼は傲慢と甘え、自分が正しいっていう根拠のない自信に満ち溢れておるバカ者であると私は思っております。賢い人はこんなに傲慢になれません。知れば知るほど自分が何も知っていないことを思い知るからであります。
自信たっぷりに大声でしゃべる馬鹿者である左翼共産党立憲民主党に騙されないでください。あの人らは九条平和憲法だなんて言っておりますけれども、大嘘であります。あれは無抵抗憲法であり、人民解放軍の平和を祈願した大悪法であります。左翼に騙されないでください。左翼は嘘をためらいません。なぜなら嘘で騙して権力を得た後に、つまり民主党が政権取った後みたいなもんですね、その後に騙しゃと言ってくる人は殺せばいいって思ってるわけであります。ですので皆さんを騙す嘘を全くためらわないし、どんな嘘でもつきます。それが共産党や立憲民主党の正体、共産主義者の正体であります。皆さん今日は一つ賢くなってしまいましたね。このことをですね、誤解になりましたら家族の皆さんに話してくれると嬉しいと思います。私の話ちょっとでもなるほどな、思った方は投票用紙に靴沢書いてください。間違いがちなんですけど、口沢とかですね、つく沢とかですね、書く人たまにおりますんで、靴沢という名前を、覚えてください。よろしくお願いいたします。